こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの隠れたダウンの名作をですね、発見してしまいましたので、皆さんにですね、実際に買ったものを全力で紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、ユニクロにはですね、ダウンたくさん並んでいるんですね。どれを買えばいいのかわからないという方はもう少なくないかなと思うんですが、僕の動画でもお伝えしてる通り、もう今年はですね、ハイブリッドダウンパーカー、これがもうですね、決定版マストバイだと思うん ですね、ただダウンの中でも割とですね、しっかりめのものなので、まあそれはそれで間違いのない選択肢なんですが、 今回ご紹介したいのはもうちょっとライトなダウンなんですね。まあいわゆるですね、ユニクロの定番で言うとウルトラライトダウンというものがあるかなと思うんですね。スタンドカラーになっていてそんなに厚手ではない、さらいと綺麗ようなダウンがあると思うんですね。皆さんも一度は買ったことがあるかなと思います。僕もですね、今まで何度も何度も買ってきた名版なんですが今年はですね、そんなに派手さはないんだけどもこれを上回るような名作が生まれたなと思って てるんでですすねねそれがリサイイクルダウンジャケットというアイテムです、ね、はい、ここからは実物を皆さんにお見せしたいと思います。後で実際に来た様子はお見せしたいなと思うんですが、こちらですね。皆さん見たことありますでしょうか 結構サイトの中でもひっそりとですね、置いてありますし、店頭で見かける機会僕はですね、一度もなかったんですね。なのでオンラインで購入したわけなんですが、これが地味にめちゃくちゃ使いやすいんですね。えー、価格はですね、7990円でカラー展開が4色ですね。で、僕はですね、今回57番のオリーブを購入しましたが、ブラックとオリーブ、このどちらかを買うとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まずですね、 ダウンの形状としましては 襟元に注目してもらいたいんですね。通常のウルトラライトダウンに関してはスタンドカラーですね。襟元に高さがあるものになっているんですが、こちらはノーカラーのようなデザインになっていまして、襟元がスッキリしてるんですね。僕はデザイン的にはこちらの方が断然好きです。まあ、見え方としても今っぽいと言いますか、結構今年はキルティングジャケットなんかも流行っていまして、いろんなブランドからリリースされていますが、襟元スッキリとしたものも非常に多いので、まあ、そういったものを彷彿とさせるような、 デザインのベースにななっているかなと思います、まあ、こういったものは一番上に着るようなアウターとしてもトレンド感が漂っていいんですが意外とですね重ね着のパーツとしても優秀なんですね特にこの上にコートを着るようなスタイリングの時に襟元がスッキリしていると重ね着が圧倒的にしやすいというところもあるのでこの襟前のデザインが個人的には非常に気に入っています で、商品名にある通り、リサイクル素材を使っていまして、表面のこのナイロンですね。これ100%リサイクル素材を使っているんですが、まあ、肌触りがめちゃくちゃソフトで柔らかいんですね。これはちょっと皆さんにも触っていただきたいぐらい、ものすごい滑らかさがあります。なので、 手でさするだけでも非常に楽しいアイテムですね。そして内側にはリサイクルダウンとフェーザー100%使用しているということで、非常にサスティナビリティにも優れたアイテムになっているのかなと思います。まあ昨年ですね、ちょうどユニクロとホワイトマンテニアリングのコラボレーションがちょうど1年ぐらい前に行われたかなと思うんですが、まあその時のデザインを少しですね、継承するようなイメージになっていまして、すごくおしゃれが好きな方でも納得できるような一枚になっているかなと思います。まあ持った感じもめちゃくちゃ軽いので、着心地も すごくいいので今回実際にこちらを着ながらどのようなコーディネートが想定できるのかこれを主役にした着こなしだとか内側に着た着こなしですとか様々なコーディネートを皆さんにお伝えしながらこういったダウンをですね徹底的に使い倒したいなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで実際に来てみました。どうでしょうかなかなかいい仕上がりかなと思います。ちょっと一周回ってみたいと思います。 こんな感じです。ちなみに僕はですね、身長1 6 4センチ 53kg と小柄なんですが、今回選んだのは M サイズですね。まあ正直サイズに関してはベーシックなところで、すごくビッグシルエットに振ったわけでもなく、タイトなわけではなくて、すごくレギュラーな感じです。ですので僕には M ぐらいのサイズ感がちょうどいいかなと思います。まあこの後ですね、重ね着のパーツとして使ったりするので、もうワンサイズ上げたりすると、さすがに中に着るには厳しいかなと思うので、まあ M サイズぐらいが僕の体型にはちょうどいいんじゃないのかなと思います。まずはですね、着心地の良さですね。これは圧倒的にいいですね。僕はこのようなノーカラーのダウンだとか、薄手のダウン系いろいろ持っているんですね。あとはキルティングジャケットとかも持ってますが、同じような類の中では圧倒的に着心地がいいです。めちゃくちゃ軽いのと手触りがいいので、触っていて気持ちいいですね。このふわふわ感はちょっと他には変え難いような魅力を感じるか かなと思いいます、まあ、デザインに関ししてはユニニクロらしいミニマルで一切のの無駄のななないいような形になっててましてでもですね、襟元がこういったノーカラーなだけでですね、だいぶ見え方としては鮮度があるかなと思います。まあ、先ほどもお伝えしましたが、ユニクロのダウンとしては、スタンドカラーのウルトラライトダウン、これが圧倒的にですね、皆さんにとっても見慣れてるかなと思うんですが、その点、ちょっとですね、このように変化球を用いるだけでもおしゃれにも見えるかなと思います。で、色合いなんですが、僕はブラックも いいいいななとと思っっったたたたんんでですすねただ、まあ、いろんなブララックのののこういったノーカラーカダウンとか持ってたりするので今回はオリーブにしましたが、非常にいい色なんですね。オリーブというと、ちょっとこうミリタリーだとか、カジュアルさの強い色として、まあちょっと苦手意識を持ってたりだとか、なかなか着たことがないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、ダークグリーンのような深みのある色味ですごく雰囲気がいいです。まあ、ボトムス、今回はダークグレーのものを選んでるんですが、ダークグレー、ネイビー、ブラックのような濃い色のパンツとも 合いますしあとは内側ですね。ここはホワイトだとか、ライトグレーだとか、まあいろんなものにも合いますので、このようなオリーブのカラーなかなかいいと思いますね。深みがあって適度に光沢感があるので、 大人っぽい上品さも漂うので、この色合いは素晴らしいなと思いますね。まあ、どこかホワイトマウンテニアリングの要素も加わって、個人的にはすごくバランスのいい1枚に仕上がってるかなと思います。前を開けてきてもいいですが、個人的にはボタンを中途半端に締めるというのが好きなんですね。一番上、二番目、三番目ぐらいまで止めて、下は開けておくと、ちょっと下に着ているですね、ホワイト系のニットなんかが見えて、重ね着の雰囲気が楽しめるのかなと思います。 今撮影してるのは12月の中頃ぐらいなんですが 今時期でもあったかい日だったらこれぐらいでも十分かなと思います。内側に来てるのはユニコのプレミアムラムのですね、オフホワイトなんですが、これをですね、モックネックにしたいだとか、タートルネックにするともうちょっと先までですね、楽しめるんじゃないのかなと思います。意外とオリーブも色合わせしやすいなと思うので、これはめちゃくちゃいいと思いますね。まあ、最近このようなノーカラーのダウンっていろんなところでやってまして、高いところだとやっぱり5万円ぐらい超えるものもたくさんあったり ので、その中で8000円前後で買えるというのはかなりコストパフォーマンスが高いかなと思うのでぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います、まあ、コーディネートは結構簡単で下に何を切るのかっていうところなんですが 今の僕のように丸首のニット。このあたりがまずは間違いのない選択肢だと思います。まあ、ユニクロのプレミアムラムですね。このあたりでもいいですし、スフレアーのニットでもいいと思います。中肉厚のニットと合わせてもらうのが、まずは大人の男性には相性抜群だと思うんですね。色は先ほどもお伝えしましたが、 ホワイト、オフホワイト、ライトグレーだとか、あとはブラックとか、そのあたりでグッと引き締めるのもいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもトライをしていただきたいなと思います。で、この内側を変えるだけでだいぶ印象があるので、もう一つですね、コンネートをこの後、皆さんにご紹介したいと思います。 着替えてみました。どうでしょうか先ほどのコーディネートとガラリと雰囲気が変わったのが分かっていただけるかなと思います。先ほどはですね、丸首のオフホワイト系のニットでしたが、今回はパーカーですね、こちらを合わせてみました。まあ、このようにフードが付いてるだけで、だいぶ見え方が変わってくるかなと思うんですね。このようなノーカラーのダウンだと、 パーカーとのですね、合わせがしやすいんですね。これが定番的なスタンドカラーのダンになってくると、どうしてもパーカーを入れた時にですね、襟の収まりが良くないんですね。ですがこちら、ノーカラーで襟元すスッキリしてるので、ダウンのフードの収まりも非常に良い,いのかなと思います。今着てるのは今季のユニクロ U のフリース素材のこちらパーカーですね。色はダークグレーで引き締めるような形でコーディネートをしていました。明るいカラーで合わせるのもももちろんいいんですが、 ブラックだとかダークグレーだとかネイビーのようなもので引き締めるという着こなしもすごく相性がいいのでぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思います。そして内側にはですね、これもまた先日ご紹介しましたユニクロのドライモック T シャツですね。 こちらを取り入れることでレイヤードを作っていました。パーカーの内側に入れるだけでちょっと首元が暖かいですし少し気の利いたレイヤードが作れるのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、全身が重たい色合いでも首元から白が覗くだけでちょっと爽やかさが出るのも個人的には気に入っているポイントですね。まあ、このような形で内側に入れ込むものがニットなのかパーカーなのかで全然見せ方が変えないのでぜひ、まあ、皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。今僕はオリーブ着てますが これまたブラックもですね非常にバランスが良くてこちらをブラックに変えても着こなしは成立するかなと思うのでぜひ皆さんもですね気に入った方をですね使っていただければなと思っていますこの後はですねこちらのダウンをですね内側に使うようなコーディネートですねこの上にさらにですねコートを着ながらミドルレイヤー的に使うような着こなしも皆さんにですねご紹介ができればなと思っています はい。着替えてみました。どうでしょうか。先ほどのですね、こちらユニクロのダウンの上にですね、ロング丈のコートを着ていました。こちらはナイロンですとかポリエステルでできたような、割とこう真冬に着るようなコートというよりは、 秋だとか春とかに活躍するような、まあ、河川系のコートなんですけども、このようなものってこれ自体はそんなに暖かいものではないんですが、これをですね、真冬にも着ようと思った時には内側を暖かくしてあげるとバランスがいいんですね。そんな時にこちらのですね、ユニクロのダウンが めちゃくちゃ役立つんですね。一番最初の着こなしですね。プレミアムラムのオフホワイトのニットの上にこちらユニクロのですね、リサイクルダウンを重ねて、その上にですね、このようなロング丈のコートを重ねたコーディネートになります。まあ色合いとしてはこちらコートがブラックなんですが、内側にこのようなオリーブを持ってくることで少し気の利いたですね、コーディネートが 完成するかなと思います。ここでブラックでもいいんですが、少し変化球を出してあげるのが個人的には好きで、少しこうミニタリーっぽいような雰囲気にもなるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、ブラックだとかダークグレー、ネイビー系のコートとですね、合わせてもらうとすごく相性がいいと思いますね。ロング系のコートの内側にダウンというちょっとしたですね、意外性を持ってくるというのは、メンズファッションの中ではよくやるような手法でもあるので、すごく相性はいいんじゃないのかなと思っています。皆さんも 僕のようなこういった秋だとか春に着るようなコートって持ってると思うんですね。まあ、今季のユニクロ U のですね、ブロックテックのロングコートですね、ああいったものでもいいと思いますし、そういったコートの内側にこちらのダウンですね、ノーカラーのダウンならではの魅力があるかなと思うので、差し込んであげるとだいぶ新鮮な見え方になるかなと思うので、ぜひこのような着こなしも皆さんトライをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、ユニクロのダウンの中では、隠れた名作と呼べるような、リサイクルダウンジャケットですね。こちらを皆さんにご紹介させていただきました。本当に地味なんですよ。派手さはないんだけども、持っておくとかなり便利なアイテムだと思うんですね。意外と12月でも日中そんなに寒くない時には、一番外側に使うこともできますし、あとは春先ですとか秋ですとか、まあ、様々な季節に主役としても活用できますし、 冬に関してはもう本当にミドルレイヤーとしても活躍するので1枚持っておいて損がないような名盤と呼べるようなダウンかなと思いますぜひ皆さんもねなかなか店頭では見る機会がないのでオンラインベースになってくるかなとは思うんですがこちらのアイテムもですね頭の片隅に置きながら冬の着こなしをですね楽しんでいただければなと思っています これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしています。週に1回のペースでメンバー限定のですね、ライブ配信もやっています。皆さんからのご質問に直接お答えする形で、ワイワイと楽しくやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。 また、普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見れない方のために、オンラインサロンも主催をしています。そちらの方では、 文章と写真ベースで、なるべくサクッと読めるようなですね、1分ぐらいで読めるような記事をですね、僕の方でも1日2回配信していまして、僕以外のスタイリストの方もですね、数名在籍していて記事を上げてくれています。また、参加者の皆さんもですね、記事を投稿することができるんですね。こんなもの買いました。こんな悩みがあるんですけど、皆さんどうですかみたいな形で、結構メンバー同士でワイワイと盛り上がっていますので、こちらも気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの 山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。